そうですね。はい、ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。今日も来てくれてありがとうございます。はい、ということで僕おかちなんですけども、初めましての方もたくさんいらっしゃると思うので、自己紹介したいと思います。自己紹介、はい、30秒自己紹介ですね。30秒でやりますよ。もし30秒でできたら皆さん拍手をお願いしますね。じゃあセットして、人生にミッションを。ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。33歳の時にライフスキルの学校を立ち上げて、これまで1万人以上の方にプログラムを提供してきました。その中で幸せに生きている人には一つの共通点がありました。ミッションを持っているということです。これからも教育を通じて、これは俺が解決すべきなんだっていう社会課題を一人一人が持って、自分らしく輝いていける、そんな社会を作っていきたいと思います。はい、ということで、どうでしょう、ギリギリちょっとセーフですね。ギリギリセーフ。はい、ということで、ちょっと噛んでしまいましたね、30秒自己紹介なんですよ、今日のテーマは。はい、自己紹介ということでね、今30秒でさせていただいたんですけど、こんな本がありました。こんな本がね、はい、たった30秒で人の心をつかむ最強の自己紹介ということで、これはね、ブランディング戦略家、通称片瀬屋の、鈴鹿久美子さんが書かれた本でございます。はい、この鈴鹿久美子さんは、選挙の秘書をずっとやってたんですね。秘書をずっとやってて、その選挙で勝たせるためのブランディング戦略をずっと練っていたということで、選挙で勝つ人と負ける人には一つの共通点があったそうです。それが自己紹介やったということで、選挙で勝つ人っていうのは30秒で自分のことをちゃんと相手に届くように伝えることができるということで、これがまさにその本なんですよ。その30秒で自己紹介するための本ということで、今僕の自己紹介どうでしたか？で、30秒なんでだいたい200字ぐらいですよ。200字ぐらいで、整えていくということなんですけどね、今僕噛んでしまったんで、なかなかちょっと説得力があんまなかったかもしれないですけど、これね、確かね、5つか4つぐらいの構成で自己紹介を作るんですよ。ちょっとね、覚えてる限りで紹介させていただきますね。はい、でまず最初は、自分のキャッチコピーを言う。キャッチコピーと、自分の肩書きと名前を言う。これが一番最初のセクションですよね。1つ目。ただ僕で言ったら、人生にミッションを。これが僕のキャッチフレーズです。で、僕の肩書き、ライフスキル教育講演家。が肩書きで、名前はミスターおかちですが名前ですね。でその次は、過去自分がどんなことをやってきたっていうかっていうのを、お伝えするとこですね。例えば僕で言ったら、33歳でライフスキルの学校を立ち上げて、これまで1万人以上の、子どもと大人に教育プログラムを提供してきましたということですね。でそれが過去です。これが2つ目。で3つ目、それは今現在を語るということです。僕が言ったのは、その経験を通じて幸せに生きている人には一つの共通点がありました。それは今僕が分かることですね。今僕が感じることで、これ問いかけをすることで皆さんに考えていただくということで、それは何だったのかというと、幸せに生きている人にはミッションを持っているということですって言いました。で一番最後のセクションは未来を語る。これからも教育を通じて、これを解決したいっていうミッションを一人一人が持って、自分らしく生きていけるように、やっていきたいと思いますみたいなことを僕言ったんですけど、それが僕の未来ですよね。その未来っていうのが、先ほどまで語ってた過去と現在としっかりとつながっていくっていうのがすごい大事みたいです。で未来を語って、で僕ちょっと30秒で言えなかったんですけど、最後はもう一度一番最初に言ったことを言う。自分のキャッチコピー、僕で言ったら人生にミッションを、そして、ライフスキル教育講演家のミスターおかちです、よろしくお願いしますみたいな感じ。これがだいたい30秒のテンプレートです。ちょっとね、もう一回ね、次はゆっくりやりますね。ゆっくりやらせてくださいね、さっきの。はい、人生にミッションを。ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。
33歳の時にライフスキルの学校を立ち上げて、これまで1万人以上の子どもと大人に教育プログラムを提供してきました。その経験を通じて、幸せに生きている人には一つの共通点があったんです。それはミッションを持っているということ。これからも教育を通じて一人一人が、これが俺が解決してやるんだというミッションを持って自分らしく輝いていける、そんな社会を作っていきたい。人生にミッションを、ライフスキル教育講演家のおかちでした。ありがとうございますみたいな感じですねみたいな感じですね。はい、はい、まだね、この今のね、これ完成版の自己紹介、今日の現段階の完成版なんですけど、この自己紹介はどこでもやってないんですね。で、この自己紹介をね、まあ、もちろんこれやると多分このどんなことを過去やってて、今どういうふうなことを考えていて、これからどういうふうに向かっていくんだろうっていうのが一つの軸で、しかも200字っていうギュッギュッギュッってこう濃縮された状態で相手に伝わるんで、もしかしたらその名刺交換してくださいとか、これからの仕事につながるような、ビジネスに発展するような何かが生まれるんじゃないかなっていうふうに自分は思っております。まだね、あの実証されてないので、あの思ってるだけなんですけどね、思ってるだけなんですけどね。で、もっといいのが、この自己紹介を作るとどんなメリットがあるのかっていうと、やっぱり自分は本当に何を伝えていきたいのか、何者として何を伝えたいのかっていうのがすっごい明確になるんですよ。そうだって、一番最初にキャッチコピー言うわけじゃないですか。キャッチコピー、まあそれが15文字ぐらいやったとするじゃないですか。じゃ、その15文字を皆さんは何を言いますかってことですね。何を一番最初に伝えたいんですかっていうことですね。そこをね、いっぱい伝えたい価値観とかね、考えとか信念とかあるじゃないですか。その中でこの15文字って何なんやろうってことなんですよ。それを考えるだけでもどんどん削られていきますよね。で、そもそも削って削って削ることが、その人が何者かっていうのが分かる一番大事なことなんですよ。削るということ、付け加えるんじゃなくて削るっていうことです。はい、削ることで自分が何者かっていう、自分は何者かっていうアイデンティティが明確になるっていうふうに思ってるんですよ。どういうことかというと、いわゆるその彫刻家、彫刻なんですよね。彫刻家ってこの何ていうか、円柱状の石膏、白い石膏あるじゃないですか。あれ、あの状態やったらね、何の作品か分かんないでしょ。まあ、ただの、円柱状の白い石膏じゃないですか。あれを頭の中のあるイメージを描いて、それをそれ通り削って削って削ることで、ウサギになったり、カレーライスになったり、豚になったり、猿になったり、昔の人になったりするんですよね。あ、ここ削っていいかな、ここ削ったら表現できない、やめとこう、あ、ここは削っていいやろ、ここは削っていいやろってことなんですよ。これまさにアイデンティティもカービングなんですよね。削って削って削ることで自分が何者かっていうのが自分自身も分かるし、相手にも伝わりやすいんですよね。その円柱状のやつだったら何者かわからん、でも削って削って削ることで自分が何者かっていうのが伝わりやすくなって、相手にも自分にもわかるということ。自分が何者かが分かったら、どこに進むのかわかるんですよ。そういうことだと思うんですよ。自分がウサギやって分かったら、海で泳がなくていいんですよね。自分がカメやって思ったら、別に足を速くするトレーニングしなくてもいいんですよ。自分がウサギやったら山で生きたらいいし、カメやったら海で生きたらいいんですよね。だから自分が何者かが分かったら、例えば自分の弱み、これ弱みやなと思ってること、それを無理して直さなくてもいいやろうし、自分が強みやなと思ってること、もしかしたらそれを伸ばしたらいいかもしれへん、もしかしたら強みって思ってることが弱みかもしれへん。それは自分が何者かっていうことが分かって、どういうふうに生きていくのかっていうビジョンですね。何者としてこういう世界で生きていくっていうアイデンティティとビジョンが見えた瞬間に、今与えられている情報が自分にとって強みなのか弱みなのか、長所なのか短所なのか、いい情報なのか悪い情報なのかっていうのが見えてくるんですよね。で、全てはアイデンティティを明確にすること、そのためには削って削って削ること。だから30秒の自己紹介とても有効です。200字で自分を表現する、過去、現在、未来、そして一番自分が伝えたいキーメッセージ。だからこのね、30秒自己紹介をおすすめしてるんです。はい、でこのね、本最強の自己紹介っていう本見たら、いろんな方の自己紹介も載ってるし、その30秒で自己紹介を作るためのテンプレート、今僕ね、あの説明したんですけど、もっと分かりやすく書いてるんで、ぜひおすすめです。でよかったらね、皆さんコメント欄に皆さんの自己紹介、30秒で作った自己紹介を載っけてもらえたらね、めっちゃ嬉しいです。
あのコメントとかね、全部見てるんでよろしくお願いします。でね、僕この30秒の自己紹介の作り方っていうブログも書いたんで、それも概要欄に貼っておきますね。はい、という感じで、この番組では、教育とか人生とか仕事ビジネスにちょっと意味のあることをお話ししたいなと思っております。役に立つかどうか知りません。皆さんにとってもしかしたら何かしらの意味があるような、そんな配信をしたいなと思っております。で、もしこれをねプチって終わった時に、そのまま、次の関連動画を見るんじゃなくて、もしよかったらね、よかったらいいねボタンか何かねコメントとかいただけたら、僕のモチベーションがググって上がるので、ぜひよろしくお願いします。はい、とまあこんな感じで今日はおしまいです。はい、さよなら。素敵な一日を、ワンダフルな一日を、ワンダフルな一日にしようかな。そうしましょう。